スタートライトのメリージェーン。メリージェーン。メリージェーンは、ストラップシューズの一種を指す用語で、その典型的な形は、かかとが低く、つま先は閉じられ、甲の部分に飾りとメガネが通ったものである。多くは、黒のエナメル革で作られていたが、現在では、キャンバスやスウェードでできたものもあり、それらには、様々な色のものがある。歓迎的に、 メリー・ジェーンは主に少女が使うものとされているが、歴史的に見ると少年もよく使っていた。また、現代ではすべての世代の女性が使用するが、少女が履いた場合は、フォーマルと取られ、成人女性が履いた場合は、インフォーマルであると取られる。メリー・ジェーンは、リチャード・アート・コルトが1902年に公表した続き漫画、バスター。 ブラウンのために創作したキャラクターで、タイトルキャラクターのバスター・ブラウンの妹である。1904年、アウトコルトは、セントルイス世界博覧会に行き、最大200社に、バスター・ブラウンのキャラクターを広告に使うライセンスを、売ろうとした。その中に、後に役者を雇って、国内を巡業し、劇場や店で、バスター・ブラウンのキャラクターのパフォーマンスをした、ブラウン州カンパニーもあった。 その後、バスター・ブラウンの妹が履いていた靴は、彼女の名前、メリー・ジェーンとして知られるようになった。伝統的なメリー・ジェーンが広い人気を集める一方、よりスタイリッシュなメリー・ジェーンは、靴の底が0.5から1インチ、かかとが3から5インチのプラットフォームスタイルである。傾向があり、しばしば誇張されたハトメキ筋やバックルが付けられている。 これらのスタイルは1990年代後半から2000年代初頭のアメリカ合衆国のパンクロック、サイコビリー、ゴッサブカルチャーの中ではとりわけ人気があり、着用する際にはアクセントをつけるため暗い色調のストライプや模様のニーハイソックスと女子学生風のチェックで膝のあるスカートを合わせることが多かった。またメリー・ジェーンは一部のキンダーホアやドリータファッションでも人気がある。 ファーギーもソロデビューアルバムのプリンセスファーギーでメリージェーンについて歌っている。ありがとうございます。